またまた北朝鮮はアメリカを批判しています。 Gigi.com ニュース。2019年7月8日、米国は敵対行為に躍起、北朝鮮国連代表部が批判。ざっと読んでプッて笑ってんけど、記事によりますと、北朝鮮国連代表部は3日声明を出し、アメリカは米朝の対話と言いながら、実際には敵対的行為に一層躍起になっていると批判した。北朝鮮への敵対的行為北朝鮮の主体思想、主体思想は敵の懐に飛び込むものみたいですが、トランプ大統領は懐に飛び込ませてめちゃおちょくってるって感じ。これは学ぶべきところがありますね。で、3回目の米朝首脳会談が行われる一方、国連安保理制裁決議の履行徹底を国連加盟国に働きかけているアメリカに不満を示した。アメリカなどは6日、北朝鮮の今年の石油精製品輸出量について、決議に基づく年間上限量を超えたとして、輸出停止を安保理の制裁委員会に要請した。ただ、中ロの反発で実現していない、中国とロシアは反発してんねんな。さすがレッドチーム。マルクソ的な人たちの集まりやからな、中ロ、北朝鮮。お仲間。ね。さらに、米英仏独の4カ国は、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツの4カ国は、6月27日付の書簡で、決議の求める北朝鮮労働者の本国送還をめぐり、安保理に中間報告を提出するよう求めていた。中間報告は3月が期限だったが、6月27日時点で34カ国しか報告していない。どんどん強制送還した方がいいよね。で、北朝鮮国連代表部は声明で、北朝鮮労働者の本国送還を求める書簡が6月29日に送られたと主張。トランプアメリカ大統領が反問店での首脳会談を提案したのと同じ日に書簡が送られてきたことは見過ごせないと反発した。作詞だわ、トランプさん。また北朝鮮は制裁解除を渇望していないと主張。ここプッて吹いたんやけど、喉が渇いた人が水を欲しがるように心から願望すること、待ち焦がれることを渇望って言うんですけど、渇望してないらしいです。それはよかった。余裕ありますね。アメリカが制裁をあらゆる問題の解決策とみなしているのは非常に馬鹿げていると批判した。いやいやいや、強がりは健在っていうことで、渇望していないそうです。それはよかったって感じで、頑張れー。